ノーネーム・ジェーンは、アメリカ合衆国のポルノ女優である。本名エイダ・メイ・ジョンソン。旧芸名バイオレット・ブルー、バイオレッタ・ブルー。ノーネーム・ジェーンは、エイダ・メイ・ジョンソンとして1977年3月27日に、ワシントン州アバディンに生まれ、同州のパシフィックビーチで育った。本人によれば7歳頃から、 性的な経験をし始め、13歳の時、両親がビンゴに出かけている最中に、初めての成功を行ったという。ノースビーチ高校に進学し、そこで、チアリーダーとなる。16歳になるとマギックとウィッチクラフトを学び始め、21歳の時に、セレマの方を、中心的な宗教原理とする団体、東方聖堂騎士団に入信する。 彼女へのインタビューによると、ポルノフィルムに出演する前は、ユタ州ソルトレークシティでストリッパーをしていたが、ポルノ雑誌が彼女に興味を示さなかったので、カリフォルニア州ロサンゼルスで、ポルノフィルムへの出演を始めた。彼女は、バイオレットブルーとして3アット以上のポルノ作品に出演している。そのうちいくつかは、ウィケットピクチャーズとビビッドエンターテイメントの制作である。 マネジメントはタレントエージェンシーのゴールドスターモデリングが言った。2005年4月、ジョンソンは故郷であるワシントン州に翌月移り、夫はポルノ作家のストーニーカーティストの仕事のためにロサンゼルスに残ると発表した。彼女の母親は家を購入していた。ジョンソンは病気の父親の面倒を見ることと、より健全な環境を息子に与えたかったと説明。 引き続き、ゴールドスターモデリングに所属するとし、このポルノバレーに戻って、仕事仲間に会えるか心配になるから、私向きの仕事を思いついたら、連絡してねと語った。2006年8月、ジョンソンは、これからは、ポルノシーンで男性との演技はしないと、E メールで表明、ボーイフレンドのディック・デンジャーとの1対1の関係を、守りたいのでと理由を説明した。 2007年5月、第二子となる娘を出産。ジョンソンは、インターネットラジオ局のクセックスでレシピス4、セックスという番組のホストを務めているが、2007年7月には、写真やビデオ撮影の際に使用した衣装や制具を、出品する、思い出セールを発表した。2009年1月、ジョンソンは、マイスペースのブログで男優とのポルノシーン出演を、 再開すると表明。翌2010年8月、ジョンソンは、ディック・レンジャー以外の男優とは共演しないとし、以前、男優との共演を再開するとアナウンスしたにも、かかわらず、その後誰とも共演していないと、ブログで表明した。2007年10月、諸術家のバイオレット・ブルーは、商標権の侵害と希釈、そして不公平な召観光で、 ジョンソンを連邦裁判所に告訴した。訴えは、ジョンソンは著述家ブルーのペルソナと、さらに登録賞表明を投与した疑いがあるとする、もので、ジョンソン側は、財政的理由から、適切な防戦ができなかった。法廷はジョンソンに対し、バイオレットブルーを呼びこれに類似する名前を使えなく、する仮処分決定を下した。ジョンソンは代わりに、 バイオレッタブルーを使い始めたが認められず、ノーネームジェーンに変えることを余儀なくされた。ありがとうございます。